こんにちは、整形メイクのゆです。お願いします。今日はですね、私一重だと思うんですけども、韓国女優さんの一重をもう徹底的に研究しまして、アラサーの一重メイクをしたいと思います。マジ綺麗、韓国の女優さんの一重の方、なんかわかる、この感じ、アッサー一重って感じなんだけどさ、綺麗なわけですよね。これの下に下地を塗っているのでつけたいと思います。つけるのはこちらですね、ディオールさんのコンシーラーでございます。ツンツン、下地はね、下地っていうか日焼け止め塗ってるので、コンシーラーって書いてあるんですけど、私はもうねファンデーションにしちゃってますってぐらいの、ほんとこれで一つで完成よみたいなね、こんな感じ、わかる、一気に陶器肌になる、ほらね、綺麗でしょ、チョンチョコリン。そしたらナミヘイちゃん、まず韓国の方、とにかく肌が綺麗。ハイライトをまず仕込みます。グリントの3番です。ツヤをとにかく仕込む、ツヤを仕込むことによって、あのお肌が綺麗イコールちょっと、なんだろう、健康そうに見えるじゃないですか。だからその男性の本能的に綺麗なお肌っていうのは、あ、この人は健康で僕の子孫をよく残してくれそうみたいな、だからお肌が綺麗な人を持てるみたいな感じらしくて、さあ、ツヤってさ出るわけないじゃん、出るんだけど、もともとすごいちゃんとスキンケアしてたら、でも一般的にはそんなに出ないじゃんっていうので仕込みます。こちらはで、このシワがさ、だんだんちょっと気になってくるじゃん、みんなこのところにもこのハイライトを塗っとけばポワンとなるの、パンと。だからね、シワが気になるところにこういうハイライトを塗っとくとパンと綺麗になります。張りが出るというか、ほらね、すごくない、すごく自然なツヤなので、なんかそんなになんかテカってんのかなみたいな、ハイライトがっちょり入っちゃってんのかな、あの子みたいな感じにもならないのね。だからすごく好きで、ここの C ゾーンね、横顔美人の C ゾーンって言われてんだけど、ここにも入れといてあげる。そしたらですね、ちょっとリップのお口がクチュ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 乾燥してきてるのが気になっちゃうので、ちょっとこのトーンのリップをちょっと塗っておきます。韓国の女優さんみたいなリップなの、ほら可愛くない、ほら可愛い、トーンってさ、なんかさ特別感あるよね、可愛いよね、めっちゃ。帯の L3 番を使います。ナチュラル。そしたらこちらのセザンヌさんの2番です。ブルベさんにおすすめなベージュブラウンアイシャドウのプチプラです。アイホール全体に入れます。で、アイホール全体に入れて、アイホールってこのプニプニのお肉のとこね、ここね、いい、ここよりはいい、広げて入れちゃダメだよ、ここだからね、目つぶって待って、プニプニの部分があるかなってとこに入れるのね。はい、たらまずは、まずね、下地としてね、この部分の色をまずね、まずね、これで完成じゃない、さっさっさぐらい、間違えちゃった、これ広く入れちゃダメよ。まあそしたらディンゴにしましょうかね。めっちゃめっちゃ濃い色つけます。私の中で譲れないのは濃いブラウンを入れるということ、こんな感じ、ラメも入れとこう、ラメ、セザンヌのラメね。やっぱりこのセザンヌの2番やっぱすごいんだよね。こんなプチプラなのにさ、意外と寄りづらいし、この黒目の上にラメを入れとくのも忘れずに、これは指で塗ってます。ふんわりとのせたい時はブラシがっつり、でもラメ系は絶対指でのせてほしいんだけど、がっつりこう出したい時は指みたいな感じでちょっと使い分けてもいいかなって感じです。このセザンヌはね、すごいね、ナチュラルなんだよね。まつげはちゃんと作りましょうって感じなんで、まつげはしっかりつく。ただキャンメイク、クイクラシからも一重のメイクでは欠かせませんというコードです。アイラインは黒でもブラウンでも何でもいいんですけど、私はでもね、結構ね、ブラウン、黒を使っちゃうことが多いです。でも自分のこの目の延長みたいな感じ、あの年のせいで目がこう
沈むじゃないですか、沈むというか垂れてくるというか、なんかそういう言い方したら申し訳ないけど、分かりやすく言うとね、そうなんだけど、そうするとさ、ちょっとさ、アイラインをさ下げラインで引いてもちょっと変な感じがするのね。自分が思ってるよりも結構跳ね上げ気味に描くとうまくいったりするんだけど、まあそれはあれで、ちょっと自分のこの目の延長なのも下げラインとかじゃなくて自分の目の延長と思ってもらっていいです、あのアイライナーは。で、引くのは目尻だけです。ここはちょっとあの濃いブラウンでちゃんと埋めといたのでもう大丈夫です。アイライナーが引けたところで、このちょっと薄めのブラウン、濃いブラウンではない、薄めのブラウンね。なんか私って目がここだけなんだろう、こうまっすぐ目をしたいわけじゃないですか。でもここだけキュッと上に上がっちゃってる部分を、このまっすぐの線を引くみたいな、ここから見た方がいいか、そうすると目が優しく見えます。でもあんまりぼやぼやすると目が汚い感じに見えちゃうので、こんな感じ、大げさに言うとこうで、ここはぼかす、そしてちゃんとメイクしてる感も出ます。なんかひとりさんってちゃんとメイクしてる感って全然出ないじゃないですか。それがね、出るっていう。で、涙袋はしっかり作りたいので、これのエクセルのベージュを使います。の小指で入れる、上品なパール感なのでそこまで強く出すぎない、こういうデイジークの24番、デカめのラメがあればいいんだけど、目にツンツンツンです。キャンキャンキャン、全部に塗るんじゃなくてこの際にキョン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 、黒目の下だけね。しかも薄いの、これロージーローザーさんのなんだけど、これみんな買った方がいい、すっごい使います。このロージーローザーさんのもう細い線を引くのもそうなんだけど、超使える。どんどん足していきましょうという感じです。目開いた時にちょっとはみ出るぐらいがひとりさんっていいのね、ブラウン入れるのに。まずまつげを作ってからのアイシャドウをどんどん入れていく、こう入れてあげたら、キョ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 、目開けて、そう、分かった今、もう一回いくね、目開けんじゃん、目開けんじゃん、直行、そうそう、したらこの濃いブラウン、何でも良いので濃いブラウンをアイライナーではなくシャドウでいこう。で、目の目頭のところね、に入れてあげる。この線結構ね近づきます、ほらなんかちょっとクッとこっちに来た気がするでしょ。こんな感じ、クッと近くなると思います。眉毛はまあ自分のあれでいいんだよね、エクセルでいきましょう。ちょっと私は結構平行眉毛が好きなので、こんな感じでもうまっすぐな線を引いちゃいます、下から。で、眉尻は長めが好き、キモくないと思うかもしれないんだけど、いいの引いちゃう、しんべヱっぽいけど。そしたらシピシピさんのこういうパウダーで薄い色を取ってあげたら、このロージーローザーさんのブラシで、ロージーローザーさんマジすごいかね、パウダーをのせる。こんな感じ。ロージーローザーさんのすごいところって全然高くないのに、めちゃプチプラなのに性能がとてもいいんですよ。そしたら私の推しデジャビューのモカブリージ、推しカラー、私のこんな感じで、なんかさ、わかる？ちょっと黒髪でもあの浮きすぎない色ですごく好きです。皆さんいいですか？可愛いって自分で思い込んでください。 U ピンクのグローアップコンティュアパレット1番、 U ピンクのねこのノーズシャドウすごい好きで、この眉毛の下から鼻の先まで入れてあげます。自然。ちなみにこの筆も U ピンクです。ハイライトはね結構マヨマヨマヨみたいなね、ミュアイスでいいかな、ミュアイスです。ここだけ、目と目の間と鼻の先だけ入れます。まず私はもう自然なツヤを
飼っているので大丈夫です。マスカラはもうナチュラリーにいきましょう。アイプチのひとりさん、おこぼたりさん専用のマスカラです。でいつもは下まつげも塗ってくださいって言うんですけど、今日はいいです。抜け感を出したいので上まつげギャンギャンに、ギャンギャンにって言っても私はまつげの毛先だけにしかつけません。下から塗っちゃうと抜け感とかもなくなるし落ちちゃうんですよ、まつげのカールが。1日ずっと持たせたいときはまつげの毛先だけに塗ってみて。結構ね、涙袋を作るっていうのもこの余白を埋めるに関してちょっと重要になってきまして、涙袋はねやっぱり結構あった方がいいかな、描いた方がいい、作った方がいいって感じで、キラッキラに涙袋を作っちゃうとすっごく古いイメージになっちゃうので惜しいの。すごく一重はチーク入れてあげるとめっちゃ可愛いです。エクセルの AB09 番パッションティー、くすんだカラーで、ね、可愛いんだけど自然。私はこの上の2色だけで、ここに塗る、入れる場所がついてるから便利です。メイク完成です。今までってさ、すごい今までの風潮って一重って、若干ちょっと恥ずかしいものとか、一重を二重にして可愛く見せるとか、二重が可愛いみたいな時代だったと思うんだけど、今ってそんなことないじゃん。自分の個性をいかに活かせるかが自分の美しさを引き出せるみたいな感じじゃん。わけちょっと伝わってる私下手だから説明するの。だから自分の個性を大事に生きてる人の方が輝いて見えるのね、私はね。私は一重を隠さなくてもいいんだなというか、二重にわざわざしなくてもいいのかなって、自分の生まれたものの顔を最大限に生かしていこうって思ったのね。だからやっぱり一重って貴重じゃん今って。みんな結構二重にしてる方ってすっごい今でも多いと思うんだけど、その一重に生まれたからこそ一重を大事にしていこうと思いました。そう思ってます。それで自分本人だけにしか分からない悩みっていうのももちろん分かる。その気持ちもめっちゃ分かる。何回も二人強く迷ってたから悩んでたから、今はしなくてよかったなってすごい思うんだけど、やっぱ一重のさ女優さんとかもなんかすごい上品じゃん。なんか皆さんなんか上品なのよ。なんかさ、その一重特有のこの上品さ、可憐さが出せるっていうのがすごく私は好きで、一重メイクを最近してセクシーさじゃん、一重の武器じゃんセクシーってっていう感じでございます。みんな一回調べてほしいんだけど、一重の韓国女優だったり韓国アイドルってぜひ調べてみて、絶対ちょっと自分の系統に合いそうだなみたいな一重の子いるから、その子のメイクインスタフォローしてメイク見てみたいなのやってみると本当楽しいよ。一重って楽しいんだなってめっちゃ思います。からみんなやってみてという感じです。では今日も見てくれてありがとうございました。バイバーイ。